はい、皆さんこんにちは。ゲームズナピロルです。はい、皆さんこんにちは。シロです。タケです。新ガチャ光と、はい、風のケルト城獅子がこれ来ましたので、はい、ちょっとね聞いていこうかなと思います。はい、で、まあ、自分はヌアザがちょっとねイラストがなんか、うん、シャドバの ロイヤルのコスト 5、6 体のなんかねシャドバドーンってきそうなやつ欲しいし、あと、うん、僕まだシュリンガーラほとんど手つけてないんでブリギットをね、うん、欲しいかなと。これ多分ね36もバゲモンですよ。確かに36バゲモンです。これ結構あのシュリンガーラの極みの方でも言われてますけど、うん、多分実用性あるのは36なのかな。極みクリアしたら究極やらないんじゃないですか、うん、じゃあいらないってなんない方がいい、うん、弱点ロックオンは分かんないからね。いやマジバケモンだと思います。こいつ36マジバケモンだと思う。ブロック無効できるし、であとルーね。はい、とりあえずだから今回どれが出てもいいかなってことで30連します。ヌアザもちょっとおかしい、なんか怪しいですもんね。怪しい。オレンジバイト方言いや俺もうルシファー出ないもんこれ。ちょっと待って、いやその後のガチャだからね。いや本当にやめてマジで。どんだけ使ったと思ってんの調子で。なんか出ないかな。サクッとサクッとしいっすね。サクッとしい。楽しい。魔王キラーではありますね。本当だ。魔王キラー M。 こいつどうなの。こいつ切ない絶対ない。絶対ないですね。どう転んでもいらないですね。ワープないもんな。ジラフないっすかね。ダメ用しかないから。なんならね。どうしよう。神川地雷の子はあるか。たりしますね。あの神川はね、12ゴールってもう復活できますよね。お、おし。あー、でかい。こいつもわけわかんないアビリティしますよね。こいつも、うん。どっかでハマるんかね。9とか使えたりするのかね。使いところはなんかあれだけど。9の運動ブロック持ってますよね、神川ね。そう。で進化がそう、うん、魔法陣ブロックで。で砲撃オールバレットっすよね。そう。オレンジね。おもろそうっすなって性能ですよね。ラスト、あとは多分ねライブでも何回か行くと思うんですけど、うん、だったらメリギット欲しいな。メリギットあいつも強いっすよね。はい、メリギットは、あ、メリギットメリギットは神回ちょっとよく分かんないけど、メリギットは逆回ったぞ今。ブリギット神川もなんか不思議な性能してますね。16年サムライ嫌いの、はっ、これどっちかじゃないの。あーわーあっちてか、ブリギットさ進化前可愛くないですか。めっちゃ熱い。可愛い可愛い。なんかほんと夏のんのみたいなんだよね。あ、進化ね、なんかちょっといい髪が超いいっすよね、うん、めっちゃこの青好きなんだよね。溶ける怖い。しかも出た狙いが変わる。後半狙いが変わるガチャ。あーまあ、いやでも欲しいとか来たんで、ね、単純に良かったかなこれ、はいはいはい、単純に良かったっすね。いやマジヌアザ1のブリギット1、ブリギット1、はい、ブリギットブリギットメディギットじゃなくてブリギットメディギットだから、メディギットって言った応急じゃないの。じゃあ変わりましてね。はいはい、ということでルー行ってんじゃない。ルーは出るまで引きます。お、久々に出るまで来ます。あのねこれ多分俺ノイシュぐらい、ああノイシュぐらい、あの引かなきゃダメなやつだこれ。いきます。ルーがなんでそんな欲しいかっていうのはちょっとこの後説明するんですけど、うんうん、おルー出たらもうやめますんで撤退、撤退します。ルー撤退、ルー撤退します。頼む、マジルー、マジルー、マジルー。なんなら同撃エル、同撃エル、あ、エル狙いで、エルル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 、ダメ、エルルやばくない。違う、誰だよ。エルルやばい出たら、エルル、ヌアザ出ました。マジエルル、神方、神方じゃないですか。神方、ただエルル、もう一個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 。あー、そんなにやばくはないか。たまんなかったんだけど。たまんなかったね。はい、てかバッハのせいで。バッハ出たから。バッハ出たからね。ダメ、エルル。エルル、エルルやばいな。あ、マジなんかね、俺追わされそうな気がするんですよね、過去の5歩ぐらい。俺なんかそんな感じがする。久しぶりに理由があってめっちゃ欲しいんで、そういう時マジで物欲センサーやばいんですよね。ほらまあまあ、でも
ここでエルグ出します。エルグ出れば。モンダマ新イベは割と出てる印象あるけどね。いや、新イベのモンダマはマジ出ますね。そうだよね、ほんとそういうイメージある。多分確率絶対変わってないんだろうけど。星玉はい、エルル。あ、でもまあ、わかんない。これも特エルギットかも。特エルギットあ、え、特ギットだったんだ。特なんてルーだけ出ないのはやばいって。今回順調だね。とりあえず今どっちも2人ともルー出てないですか。ルーは出てない。マジライブで引きます。出なかったらマジダメ。最後確定バディ。おおってか初めて自分こんなにちゃんと見たわ。あの、意識しましたね。マジで意識しましたもんね。初めは、まぶたがあったんだ、あれ。いや、何それ。何で今まで初めて。そうそうそう。あの、水。はぁ、叫んでよ、マジお前。わぁ、わかんないわかんない。水色のやつがなんかなってんのかと思ったけど、まぶたがあったんだ、あれ。ガチャリドラって。マジでこれ。マジで。ガチャリドラってまぶたがあったんだ。タイムタイム。はい、いやマジル、多分マジで早く聞いてくれ。マジで早く聞いてくれ。今回演出多いな。じゃあなんか多いっすね。うん、自分もだって出たし、俺も2回転するし、今回音聞こえてるんでね、ま、音もそう今回出てるんで。ただマジル。いやマジル。いやこれルーだけ出ないパターンかな。ルーマジ出づらいのかな、やっぱ。どうなんすかね。その辺の適性もらってるってことで。あ、え、ノイシュは嬉しい。ノイシュ、え、ノイシュラック1。ノイシュは嬉しいっすね。いいな。最後星玉プラスでノイシュコロンブサフロ。今何だか神引きしてる。うん、神引き神引き。マジダメ。ノイシ2代目 ?2 代目です。あのロボットキャラの方欲しかったんですよね。うん、31位の適正なやつだよね。出んな。ダメ。ルルルルルル、よし。持ってったなぁ。危ねぇ。持ってったなぁ。よかったよかった。マジよかった。いや、先にちょっとね、あれが1点ね、続いてたから、ね。続いてましたね。いや、本編であれがね。まあ、無事コンプですね。うん、でも、ルー1体か。まあ、欲を言えばもう1体欲しいんですよね。うんうん、アポカリでちょっと使ってみたいってもあるんで。うん、はい、じゃあルーちょっとなんで欲しかったかの説明だけさせてください。うん、まあ刹那のことなんですけど、はいはいはい、まあ、皆さんお気づきだと思うんですけど、飛行アンチャーマオキラーの超高捨てのルーなんですけど、攻撃力がキラー入れないで3万あるんですよ。3万352あ、入れないでもあるんだ。入れないであります。キラー入れないでね。でキラー入れると45,529。これがどれだけやばいことかっていうと比べます。超運がゲージ成功時25,638なんですよ。これやばい理由が約4,500ぐらい、うん、もう地雷なしの状態で差ついてるんですよ。うんうん、で何がやばいかって、超運同撃エール撃撃エール厳選してる人いるじゃないですか。それの厳選した後がルーなんですよ、攻撃力で言うと。だからスピードはもちろん超運の方がはるかに速いんですけど、やつスピード型なんで、うん、殴りの回数は違ってきますけど、まあ、純粋な攻撃力だけで言うとそれだけルーの攻撃力はやばいよと。うん、で次生命と比べます、うん、生命がゲージ成功27,118、うん、あ、27,218、うん、で、ゲージ成功時が48,227なんですよ。うん、ゲージ成功時、刹那に対するダメージもここで5000ぐらい差がついてると。これはね、割とやってますね。あ、そう、生命と比べてもそんな高いんだ。はい、で生命が闇属性で光属性キラーってまた話違ったんですけど、うん、あの光属性で光属性キラーなんで、うん、一応ルート条件が一緒なんですよね。うん、
なんで火力に関しては生命の方が一応他の光属性にも火力が出せるんでいいんですけど、切断奈落に関して他の光属性っていないんで、うん、ほとんどなんであのルートほぼ火力に関しては変わらないかなと思っております。で魔王キラーでいいってことで、ここで他のじゃあ面を比べてみるんですけど、超運に関しては遅延があるんで、4500ぐらいの攻撃力の差も遅延枠として連れてくるんで超運はまだ腐ってないんですけど、うんうんうん、生命に関してはね、ドッキリなんですよね、うん、でドッキリ使う場面なんてみじんもないんで、ないんだやっぱ、はい、だから生命がマウント取れてるのは地雷っすね、うん、地雷 の, あの所有時 の, あの火力がやっぱルールは及ばないぐらい強い、うん、ってのと、あとはまあ、スピードが若干違うってのと、うん、あと優勝コンボはやっぱ生命強いっすね、あれね、エナバとスターレーザー、うん、あれが強いんで、そこでちょっと差ができてるかなと思ってるんですけど、僕はちょっとルールを取ってます今回で。次加速枠に関しては、うん、カーとムソログスキーがいるんですけど、あカーってカーリーねルーのつもりでカーって言っちゃったけど、カーリーとムソログスキーは、カーリーが攻撃力3089、うん、ムソログスキーが29098、こいつらおかしいこいつらおかしい、ムソログスキー高いな、高いっす。でしかもカーリーに関してはマイスイエール、ムソログスキーもマイスイエール、なんでこいつらに関しては加速枠の面ではどっこいなんですけど、うん、ルーは殴れる加速枠なんですよ。今比べた超運と生命との火力差に比べてこいつ加速持ってるんですよ、うん、だからルー1体いればこと足りるんですよね、うん、全てにおいて。なんでこれ、これからの時代多分ルーに紋章でルー複数済みがちょっとやばいんじゃないかな、うん、だからルー複数済みの僕はちょっと超運、はいはいはい、でこれから周回すると思うんですけど、ただカーリーとムソログスキーの長所を言っとくと、うん、ソロで回るときに光の紋章枠で喧嘩してるんですよね。1個しか作れない、ね、そう、超運カーリー、あ超運、ルーと生命、うんうん、でそれとは別にソロの時に紋章が作れるんで、ムソログとカーリーはやっぱ優秀だったんですよ、うんうんうん、でムソログに関してはさらに事業家の SS 持ってるんで ね、うん、超優秀だったんですけど、いやこれはちょっとねルーが全てをぶっ壊してきたかなっていうイメージがあります。でブロックもこう貫通変化も超役立つんで、ただデメリットとしては SS で火力出したい時にブロックを利用して火力出せないんですよね、ブロック無効したんで、うんうんうん、そこだけあれですけど、まあそれ関係ないぐらい魔王キラーあれば出るかなっていうあれですね、見方です。なんで今回ルーが欲しかった理由なんですよね、それが。ただ紋章もルーになりますね、ここから。でルーの紋章を持ち寄っていったら、刹那は割と茶番になるんじゃないかな、正直思ってますね。そんマジか。いや多分茶番になるぐらいはやばいね。期待値高いね。全然違うと思う。全然違うと思います。だって加速と加速が遊びがあるんですよ。てか、あそうか。てか。そうです本当に。多分だいぶ違うと思う。そうか、マジで違うと思います。確かに本当にそこはだって、うん、カーリー複数済みとかじゃないもんね、はい、そうだ。で今回の刹那周回ルーが出るまで僕ゴエモン入れようと思ってたんですよ、うん、ゴエモン進化採用して紋章つけて火力持って、うん、倒せば倒すほど SS を最終ゲージに持ってこようかなと思ってて、うん、たんですけど、ルーのおかげでちょっと加速で火力出せるならちょっと話違うなってことで、で奈落が回りやすいっていうのがメリットの一つですね、うん、あと弱点内部の敵を殴って、うんあと殴るみたいなあれじゃないですか、うん、であれブロック無効してるんで、あれルート取りやすいよ、ね、超取りやすいと思いますね。使ってみた動画でリエックスさんか誰かが全滅させてましたけど4体、うん、ああいう使い方できるのはまあちょっと長所かなって思ってます。で火力高いんで、そこのそうか、うん、そもそものそこの周回速度も上がるんだったらね、はい、刹那にも出会いやすくなるかもしれない。ちょっと話違ってきますね。で回る前提だったそうだよね。嬉しいのが超の厳正が無駄にならないですね、やっぱ1本が入れるんで、うん、はい、なんで戦撃とかでバランス取ってルーに同撃とかでやったらまたちょっとね、戦撃じゃない劇種かやって、ね、やばい、それ聞いたら欲しくなってきたルーが、いやマジね話違うと思うんですよ、ね、ないだろうけど、それが一体持っときたいやつだな、なんか、持っときたいですね。で腐らないのがもう一個の方にしても貫通の方にしてもアポカリプスでちょっと使えるんじゃないかなと思ってます、うん、あいつエリア入れといて反射衝撃波はまあ腐らないかなと、うん、個人的に思ってるんで。で弁財天の違ってワープも持ってますよね、うん、なんでね割と性能としてはいい性能を持ってきてるんじゃないかなと思ってます。だからルーは今回じゃあルー今回割としっかりしたところ使えるところもはっきりしてるんだ、そうです、ね、普通に当たりキャラだね、うん、はっきり使い道が両方あるんで、うん、両方腐らないんでルーはちょっと引いといてもいいキャラかなと今回思ってます。これ多分強いっすよ、うん、でこの触れた味方との間にプラズマ出すもエリアのやつ引っ張ればそいつのプラズマなんじゃないかなと思って、多分そうですよね。アップしてる方だよね、はい、自分もそれに思ったけど、はい、そうなったら強いですよ、ね、こいつを軸にやばくない、うん、だから軸強いんで割と。で自強化自分エリア内でやってるじゃないですか、うん、
なんでちょっとこれ欲しいですよね。だからルーはなんか複数欲しいキャラなのかなって、うん、だから自陣で刹那鬼隊の進化1体で3体は欲しいかなと思ってます、うん、だから12もいいですね。確かにこいつやってみたいな。うん、面白いと思いますよ、うん、これはね多分強い。これはもう間違いなく強いと言っていい。確かにエンゼルフレンチルー、はい、エンゼルフレンチルーって言うんですかこれ。いやもうなんか、うん、すいません、これルーはマジでいいですね。超いいキャラだなと思いました。今回ちょっとバカにできないですね。こいつもそのさっき言った通り36ってやっぱりやばいっす、はい、うん、これ強いでしょ絶対。かこいつは普通に、はい、うん、他のとこでもアンダーガンチャープもらってる時点で、うん、いけるとこも多いしね。じゃあこいつ複数積むのどうなのかなと思いますけど、ね、ちょっとわかんないけど、うん、またちょっと違う。ユーナがちょっと強すぎるんだね、うん、ユーナペリーがすごく強いから、うん、ユーナペリーとまあ同等ぐらいには入ってくるかもしれないですね、うん、ボス特攻で行く場合は、うん、はい、でわけわかんないですね。こっちはちょっとね、今んとこわかんないけど、うん、なんか神獣とかでポンってはまってきそうですけどね、うん、はい、侍だけだ、ノルエムだからね、うん、バカてかリワインド取ったら、ね、そう、あれがリワインドがそう、うん、短距離ドッグも結構普通に短距離ですもんね、うん、20メートルがちょっと気になるところでもあるし、どうなんでしょうね。この辺はちょっとわかんないですけどね。この辺もちょっとね、現状ちょっと別にではなとこではあるけど、うん、アポカリ、あ、あのなんでカタストロフィーとかなのかな、うん、イメージしてるのはね、オーランチ、オーランチ怪しいよね。カタストロフィーはでもブロック別にいらないですもんね。これはなんかあそこ使えそうっすよね、あのアンチブロック、アンチワップ、317か微妙か、9でちょっと使えるかなと思ったんですけど、まあ友情出ないじゃないですか、うん、微妙か、さすがにオベロンか、これは、うん、まあ、次の降臨っすよね、あの降臨というか超絶っすよね、うん、アイゼンミオが9で扱えるんで、はい、まあこんな感じです、はい、今回はねちょっとまあルーはルーはもしかしたら安全ミオでも使えるかもしれないし、ね、はい、あ、それはありますよね、うん、本当それはありますよね、新キャラね。だからルーはちょっと引いときたいなと、うん、なんでまあコメントなんで、うん、ぜひ今回地味に引きたいですとかね、うん、ルーこれからそろそろね近畿登って奈落周回してる人も前に比べたら増えてきてると思うんで ね、うん、そうですね、ルー狙いに行きますとかね、ぜひあればコメントよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いやまあでも珍しく2人とも出が良かったね。出が良かったですね、うん、ちゃんとよくよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ今回もゲームの大将ウォーからお送りしました、はい、ハイピロールーでした。シロでした。ご視聴ありがとうございました。